はい、どうも、滝でございます。いつもね、こうやって配信している、画面からこんにちはということなんですけれども。まあ本日8月17日なんですけれども、東北地方の方にね、4日間、20日まで、旅行をね、していこうと思いますので。で、まあ現在時刻はね、まあこれ朝じゃないんですけど、夕方なんですね。夕方の、5時半ということ、5時半を過ぎたあたりなんですけれども、まあこっからね、まあ夕方の19時半か、7時半ですね。7時半に、まあ、神奈川県の藤沢駅に、集合ということになっておりますので、そこから東北地方へ向かうという形ですね。まあ、それじゃあまあ、あと2時間近くありますが、まあ、準備をしつつ、ゆっくりと藤沢駅に向かっていきますか。行きましょう。はい、というわけなんで、藤沢駅に着きました。こっからね、レンタカー屋で集合らしいので、まあ、そこまで歩いていきたいと思います。今回旅をともする人ですね。医学部です。医学部なんでちょっと頭が上がんないな。頭が上がんないわ。こっちはちょっとうまいや。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、というわけなんで、友部サービスエリア茨城県ですね、やってきました。実はですね、私、東北で詳しく何をするのかというのを正直あまり分かっていなくてですね、ちょっとみんなと、ここで、まあ、しばし自由の身となるんですが、ちょっとみんなとはぐれないようにしていきたいと思います。はい、友部サービスエリアを過ぎたあたりからちょっと記憶がなくなってですね、なんと気づいたら4時過ぎてました。多分や福島県のどっか走ってると思うんですけれども、まあ、ちょっとこれからうちの人生どうなってしまうんだろうか。はい、というわけなんでね、なんか、寝てたら連れてこられました。なんか寝てたらよくわかんないところに連れてこられました。鳥の海公園ってとこらしいです。なんかここで日の出を見るらしいんでね、ちょっとなんか天気あんまり良くなさそうだけど、見れるのかな、わかんない。まあ見れなかったら、まあそれも人生、うちの人生は始まらなかったということで。はい、というわけなんで、第一の目的地と言っていいんでしょうか、釜石駅に着きました。岩手県に入っていきましたね。で、まあここで一体何をするのかと言いますと、どうやら、三陸鉄道っていうんだっけ、なんかそんな感じの電車に乗るらしくて、宮古まで、まあ、その電車が来るまでね、まあ、まだしばらく時間があるということなのでね、まあ、それまでちょっとご飯とか食べつつ、周りを散策しつつしていければいいかなと思います。駅構内はですね、まあ、こんな感じになっていて、なんか待合所とかあったり、あとニューデイズあったり、で、ニューデイズにはなんかね、うちにはちょっとよくわかんないんですけど、なんか電車のグッズ売ってたり、まあ、緑の窓口やらいろいろあったりで、まあ、結構充実してるイメージを受けました。少なくとも、うちの最寄り駅よりは充実してますね。はい、釜石からね、宮古までのチケットを買いました。まあ、1540円と。で、まあ、今歩いてるところはなんか地下道みたいなところで、まあ、ここからね、階段に登ってホームに行くんですけれども、3、4番線ですね。リアス線となんか書いてあるんですけども、これが正式名称なのかな？ちょっとわかんないですね。で、まあ、ここから階段を登っていくと、あと5分くらいでね、まあ、電車出るらしいので、まあ、もう待ってるんじゃないかと思いますけれども、どうでしょうか。あ、右手にあります。あ、今来たのかな？で、まあ、右にあるこの電車乗っていこうと思います。さあ、ついに釜石駅を出発しました。まあここから宮古駅まで向かっていくわけなんですけれども、まあ、正直ね、まあ鉄道とかなんか観光とか地域のこととか、まあいろいろあると思いますが、まあうちは何も分かってないので、まあ、正直ね、なんか変なこと言ったら有識者にボコボコにされそうなので、まあ素直にね、景色の動画とか撮ったんで、それを楽しんでいただければいいかなと思います。うち私はちょっと余計なこと言いません。それでは楽しんでいきたいと思います。まあこんなことを言っといて話すんですけど、結構駅前ロータリーとかが綺麗なところが多かったですね。駅とか見てみると、これは震災復興の一環でなされたものなんですかね。ちょっとよくわかんないんですけれども、どうなんでしょうか。はい、本州最東端の駅、岩手船越駅まで来ました。まあここで降りるわけでもないんですけれどもね、まあちょっと記念としてこの駅の看板を取っております。はい、釜石からまあ1時間ちょっとですかね、電車に乗って宮古まで着きました。
で、まあ、ここからねまた車で移動するということになるんですけれども、まあ、車来るまでね少し時間があるということなんで、まあ、ちょっと駅前だとか、まあ、ここら辺だとかを散策していきたいと思います。はい、というわけなんで駅を出ました。こちらが宮古駅ですね。でこっちに向けるとあの駅前が出てきます。駅前のビルとかが出てきますね。でまあ駅出てすぐにですね観光案内所だったり先ほど乗った電車のお土産店とかがあったりして結構観光に力を入れてるという印象を受けましたね。でまあここからまた車で移動することになります。それでは行きましょう。はい、というわけなんでね旧岩泉駅舎というところへ宿に向かう道の途中にあったのでちょっとやってきました。まあどういうことかというと、まあ、かつては電車が走ってたんですけれども、まあ、現在は走ってない、まあ、廃駅という扱いなんですかね。まあ廃駅の駅舎なんですけれども、まあ、結構寂しいということでいろんな人に整備されて、まあ、現在の姿がある中にも入れるということになっているんですかね。まあみたいなことが書いてあった。うちにはちょっとよくわかんないんですけど本当のことはありません。で、まあ、中に入っていくと椅子とかあったりこれ元からあったんですかね。でこちら展示されているものはおそらく、まあ、整備されて新しく出てきたものというかまあなんだろう現役時代の名残を思わせるものがいろいろあるんじゃないかと思います。さあついにまあ泊まるところへやってきました。周り山ですね。本当山しかない。山と自然があふれている。そしてそんな中にこの電車がありますね。青い電車でどうやらねここに泊まるらしいです。この電車の中に泊まるらしいですね。すごいなあ、まあ、かつて寝台列車でまあ現在残されていてなんかそこに泊まるみたいな感じらしいです。ちょっとごめん詳しいことが言えないけれども。さあ近くまでやってきました。でまあこの電車全部使うわけではなくて、まあ、私たちが泊まるのはここから見て一番奥の一車両です。でまあ現在でもね寝台列車とかあると思うんですけれども、まあ私それには乗ったことないのでまあ実質初めて電車の中で泊まるということになります。あワクワクするな。あワクワク、あワクワク、いけ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 。はい、電車の中はこんな感じになっています。まあベッドとカーテンが上下にあってって感じですね。まあおなんかキモい顔を見せるんじゃない。はい、おはようございますということで8月19日になりました。でまあ昨日はですねあの後バーベキューとかしたんですけど、まあ、動画何も撮ってないっていう YouTuber としてちょっとカスみたいなことしたんで、何もしてません。でまあ今回はね今日は青森の方へ向かっていくんですけれども、まあ尺の都合上でね今回はここまで。でまた後編の動画も作りますのでその時また見てくださると嬉しいです。それではまた後編でお会いしましょう。それではまた。